ストリートファイターデュエル、あの必殺技の再現コーナ ー、 よー、どうも皆さん、私の抽選へようこそ。私がキャプテンのゴージャスです。お願いします。そして本日のオペレーターは、はい、白崎心です。コロコロちゃんということで、心ちゃん緑が似合うね、やっぱね。そうですよね、うん、ちょっと ね、 あのね、服とかも緑に、いろいろあって、うん、さっきまで緑の服を着てしまったんですが、うんうんうん、宇宙船ってね、こう、うん、後ろ実は緑なんですよね。え、そんなことない、宇宙、宇宙え、全然、ね、宇宙なんですけど、今は着替えちゃったんだ。そう、ちょっとあの、うん、宇宙になっちゃうと、私の体が同一化しちゃう。そう、言われてたのにここだけの私は間違えて緑を見てしまって申し訳ないです。いや、ちょっとこんな形でちょっと今日はやらせていただきます。ゴージャスパーカーね、可愛いやつ書いてあって、それインナーはあれだね。そう、インナーはね、うん、はいはいはい、このファイターっぽいのができたんですけど、 それ脱いじゃうと出しすぎだからさすがにちょっと ね、 ねでで出ちょうどいい、ちょうどいい具合なんだよね。あ、ちょっとファイターっぽく、うん、ファイターっぽく、はい、ファイターっぽく、え、どういうことだ、あれ、いかん、いかんです、よろしくお願いいたします。お願いします。びっくりした、スルーされたまま進んでいくかと思ったじゃないかもう無視できない存在 ね、 ね、いかんはやっぱ 3D で言うから ね、 ね、 そ、 ね、そして緑が入っていないデザイン、いや、あ、よかった宇宙になる部分が一個もないないということでございまして、はい、今日はこの3人で一体何やるのかな。はいはい、今日はですね、うん、ストリートファイターデュエル。おー、ストリートファイター、ストリートファイター大好き、はい、ストリートファイター知ってますか。知ってますよ、私もうストリートファイター2世代だからね。もう僕は小学校の時にスーパーファミコンで爆発的に人気になって、うん、で昨今はもうね、ストリートファイター6になりまして、うん、6はもう最近ね、心ちゃんもやってて、ゴー様もなんか私通話でね、一回遊んでいただいて、一回やりましたね、うん、どっちが強いんですか。私、いや、残ってるからね。さてさて、うん、このストリートファイターデュエル、デュエル、どんなゲームか気になるんじゃないか。気になりますね。めっちゃ気になります。百聞は一見にしかずということで、映像があるのでご覧いただきましょう。お願いします。お、かっこいい。いつものメンバーと、うん、お、目が。お、あ、すごい、アメコみたい、そう、お、あれ、あれだって、バルログ、またこれ、あれだっけ、これだっけ、うーって、波動拳、真空波動拳、おぉ、初めて見るキャラも多い、あ、ガイルはいるね、うん、うわ、うわー、おぉ、いやー、はい、ありがとうございます。懐かしくも、うん、新しい感じの感覚がありますね。昔のキャラも結構いい。そうね、うん、こちらはですね、ウルトラストリートファイター4をベースとしたスマホゲームになっております。そうだ、そしてですね、はい、ストリートファイターといえば、うん、おなじみ格闘ゲームなんですが、ですこちらスマホゲームでなななななんと、うん、RPG なんです。RPG 練習の成果が出ました。ないよ、やめくれかRPG RPG なんです。格ゲーじゃないのこれ。そうなんですよ、育てていく感じなんですね。おー、はい、ユーザーはオリジナルストーリーを体験しながら、ストリートファイターでおなじみの40名を超えるファイターを獲得し、自分だけのチーム編成と育成ができるのだと。あら、はい、新しい。すごいね、たくさんあるステージでボスと戦いがありますから、それも熱いんですよ、うん。はい、そしてですね、一、うん、人プレイモードとフレンドと一緒にプレイできるモードありますので、うん、いつでもどこでも手軽にストリートファイターを楽しめるんです。そんなゲームです。うわ素敵。スマホで ねどこでもできちゃうし、好きなキャラを持ち運べると。いやちょっと興味ある、これめっちゃ気になる、うん、どういうことだろうこれ、うん、皆さん思い入れのあるキャラもね、はい、たくさんいると思いますので、はい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 、いつでもそのキャラと一緒にいられると、おそんなゲームでございます。はい、はい、ちなみにお二人は好きなキャラクターはいるんですか。僕はチュンリーかな。あ、
チュンリー使っちゃうよね。もう我々世代はね、チュンリーにね、脳みそを破壊されてますからね。もうみんなチュンリーに恋してね、スピニングバードキックで脳みそ破壊されてますから、ね、下上みたいなね、やつね、そうですよ。私ジュリちゃんだやっぱ大好きなんですけど、やっぱジュリちゃんのなんかこう敵対するベガ様っているじゃないですか、ベガ様も結構気になってるキャラではいるんですよ。あベガもね、やっぱり謎の能力があったりして、うん、なんかさっきも見えてたんで、うん、もしかしたら戦えたりするのかな、すんのかな、ゴーキもいたよね、ね、いましたね、これ気になるけど、じゃあ早速やっていこうじゃないか。はい、はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。ではゲーム画面いきましょう。こちらです。はい、じゃあ初めに召喚をしていきましょう。ガチャですね、いわゆる。あら、はい、そうするとファイターを仲間にできますから。あら、はい、ただね、まあたくさんね召喚できる状態にはなってるんですが、まあ普通にどんどん召喚してもこう番組としてはどうなのかと、はいはいはい、いうことで2人の対決企画を用意させていただきました。はい、2人にですねそれぞれ50連ずつ引いてもらい、排出された A ランクファイターの数が少ない方にはゲーム内に出てくるファイターの必殺技を全力で再現しちゃおうのコーナーをやっちゃうじゃないか。おーA ランクが少ない。はい、もうたくさん出てくるので、何ランク、はいはいはい、A ランクたくさん取った方がいいですから。ほう。A ランク少ない方はちょいとね、画面の前の皆さんを楽しませる時間をね。おお。じゃご褒美だよそんな。ご褒美。必殺技やりたいもんね。やりたいでしょ。やりたいです。スピニングバードキックやりたいもんね。やりたいから。首が効いてないからね。やってみたいと思いますけどもね。まあ、とにかくじゃあ50連ずつ引いてみようじゃないか。ということでお願いします。じゃあコールちゃんから。え、いいですか。どれぐらいでも。そう、どれぐらいでるかっていうのちょっと、ね、測りたい。ずる賢い。じゃあもう召喚をしちゃっていいんですか、ね。はい。はい、じゃあ押しちゃいますよ。いきます。さあ、おこんないろんなキャラがいっぱいいるってことね。いるよってことですか。じゃあ10連で10連で、はい、はい、いきます。どういうすごい、どういう動き、これなんか決めるみたいな、はてな、お一人目ってこと。一人目ストリートファイター、おーメロン、懐かしい、メロン出ました。あーもうババどうということは、これは A は一人ということですね。はい。どうで、50連ですもんね。はい。続けたまに行こうか。もう一度募集。20連目。ここら辺で分かんじゃないこれなんか。早いな。あら、これはゼロなんじゃないか。ゼロですね。やばい。で、もう一度募集いきますよ。さあ、30連目。お願い。おー、出た。出ました。ジュリちゃん来い、ジュリちゃん来い。ヒューゴー。ヒューゴー。ママがよく言ってた。どこにいても、お前もジャイアンみたいにいっぱい成長するんだよって。だから俺も強くなったんだぜ。すごい、ジャイアントレスラー。強そうだけど。はい。で。出た!2 枚抜き?おー、アベル。いいですね。過去のない男。うん。おー。未来しかない。はいはい、2体 ?2 体ですね。わ、さっきのがもう、埋め合わせで。さあ今30連で3体出ております。次いきますよ。40連目。なんか。うわー。やばいか、でも分かんないな。いきますよ次。ドン。ゴン。なんか来てる感じだよ。ああなんか結構光っ。おお。出た。誰？チュリチュリ。おお、ガイル。いいじゃないの。いいじゃないですか。うわー、でもというわけで50連で4体4体。あ、すごい早いんだね。サクサクたくさん出ました。はい、さあじゃあゴージャス君、はい、50連いってみますか。いきましょう。ココロ君は4体でした。4体、はい、私はね、私は8体出します。えめっちゃ出る。さあ、お、これ、ね、あれキャラ選び画面みたいな感じで、おお、着いた。早速来たのか。光ってる。来たんじゃないこれ。来た来た来た。誰？お、うわ、なんかカットイン。え、お、キャミ、違う、お、クリムゾンバイパー新ファイター、かっこいい、かっこいい演出が出ましたね。すごい。じゃあ行きましょう。まだわかんない。ね、まず1体目。さあ、どんどん行きますよ。
あー、おい止めれ、あー、止まった、危ない、止まった、ラス1で思いは通じる、おーダドリー、ダドリー、うーさあ、20連で2体で出ます。まあまあまあ、まだ焦るような時間、そうね、うん、8体出すんで、さあ、よいしょ、 OK、 いけ、そうだ、なんか光ってる、落ち着け、よいしょ、やばい、早めの2体、3体目、いや、落ち着いて、おー、ザンギエフ来たぞ、子さんが来ました、行きますよ、止め止め、あー、さあ、30連で3体まあまあまあ、20連であと1体、もしくは1体以上出せばね、負けはないですね、出るな平均的にでも1体出てますから、さあ来い、よっ、はい、出た、ここで落ち着いた、早めの、おー、コンバットガイド、おお、さあ、ここまだ8体残ってます、こっち、はい、取れ、いや、同点ですね、今ね、はい、ね、今同点、そしてまだあと10連あります、さあ、はい、行きましょう、さあラスト、出るか、ラスト10連いけ、出たー、こっから、おー、ブランカ、ブランカ、ビリビリブランカで、かー、はい、ありがとうございます。というわけで50連ガチャ対決はゴージャスくんの勝ち、ありがとうございます。いやー、大好きなキャラがいっぱい来てくれてめっちゃ嬉しいです、うん、ありがとうございます、まあ、いいですもん、ご褒美、ご褒美ってことなんで、じゃあ、はい、心くんにはね、後ほどね、はい、このゲームの内容をご覧いただいてから、はい、思いっきり必殺技を再現していただきたいと思います、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ早速バトルやっちゃう、早く戦わせろよ俺に俺に早くバトルやる前に育てましょう、あ、育成、育成、え、ね、すごい、育成をしていきたいと思います、はい、レベルアップをしていきましょう、こっから、じゃあね、さっきココロちゃんの出たやつもいい、うん、入れちゃっていい、一緒にね、使いましょう、じゃあ、フェイロン上昇、はい、これでレベルアップ、はい、あ、ミニキャラになるのいいな、いいね、これどこまで上げる？どこまで上げちゃおう。レベル5、6、7、まだある？9、10、10。もっといいの？もっといい。もっといっちゃおう。あ、使っていいこれ。お、ムキムキの。おお、スキル解放。おお、どんどん強くなる。止まんなくなってくる。止まんなくなっちゃった？20ぐらいしとく？一回20ぐらいにしとこうか。はい、じゃあこれで。フェイロン、ザンギエフじゃん、やっぱザンギエフ、ザンギエフ、やっぱね、ザンギエフを、じゃあこれも20ぐらい上げちゃおうか、これ実際ね、格闘ゲームで使うの難しいんですよね、ザンギエフは、ザンギエフはね、掴まなきゃいけない、そうなのよ、うん、じゃあザンギエフ20ぐらいしようかな、あとはココロくんが出したキャラクターは、ヘイロン出したり、うん、あと誰かな、ガイル、うん、ガイル出しましたね、こっちの普通のガイル、うん、普通のガイル、サングラスかけてるのかかけてないのか、え、でもこっちのガイルやっぱ見覚えあるんで、あるね、愛着ありますね、いいね、緑着ちゃってますよ宇宙になっちゃうよそれは、じゃあ、これでいいな、ボールも15、16、17、やっぱガエルも人気キャラですからね、人気ですよ、これは強いですね、さあ、じゃああと1体ぐらい、あと1体やっぱブランカですか、あ、ブランカっていい、なんかすごいムキムキの、うん、ね、ブランカもうこれもね、昔からいますよ ね、もう全部緑ですからね、さあ、うんうん、ブランカ、どんどん、あ、うん、ちょっとお尻が痒いみたいで、さあ、あ、本当だ、お尻かいて、お尻かいて、いいね、なんかでもこの中、チビキャラの中でも動くの可愛いですね、うん、何回かくんだよ、うん、そんなにかいたらダメって言ってるでしょ20で全部止めとこうかな、はい、うん、はい、じゃあ強化したのはブランカとガイルと、はい、ザンギエフとザンギエフ、フェイロン、フェイロン、はい、なるほど、うん、
なかなか渋い編成ですね。そうですね、なんか女の子キャラが出なかったね。出たけど出たけど、たけど、うん、そうですね、さくらちゃんとかだったかな、はいはいはい、うん、じゃあ早速この4人でバトル出ちゃおうじゃないか。おお、戦いたい、はい、俺に早く戦わせろ。おすごい、台本に書いてあるの気に入ってるさあ行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。さあ今ちょっとストーリー途中まで来ちゃってて、はい、これ地図を見るともうすぐ右の方にボス見えますか。ありますね、はい、ここ目指してねちょっと今日はやっていこうじゃないかと。オッケー、はい、じゃあさっき育ててキャラクターを編成して、はい、フェロンすごいパーティーだな。すごい筋肉すごい、もうムンムンですね。いやこれ本当にムンムンの、これがやっぱストリートファイターだ。そうね、結局ね、うん、確かに強そうですもんね。そうそうそう、ね、もう拳だけでいく、うん、かっこいい。はい、それではバトルスタート、いきます。はい、さあ、うん、来た。さあこちらオートでも手動でも対決ができます、バトルができます。これはギュンギュン溜まっていったら押す感じかな、これ。はい、おー、今手動でやってますね。今そうです、手動です。はい、頑張っております。ゴージャス君ギュンギュン溜まっていったら、ちょっとザンギエフやばい、ちょっと、もうでもザンギエフが壁になってる感じで、あ、やすごい、スクリューパイルドライバー出た。ザンギエフがやられた、やられた。大丈夫だ、ブランカちゃんもいる。キルキルキル。おー、ブランカちゃんが回ってる。おお、来た。おお、出ました。電気も出ました。いいねー。はい、電気も出ました。いいよ。キョ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 。さあこちらファイターアイコンを押した直後に、はい、他のファイターの上に出てくる技のアイコンを押すとコンボがつながるということですよ。おー、コンボもできるんですね。はい、これを待って、ちょっと溜めた方がいいのか、ちゃんと。なかなか、はいはい、光りました、はい、光りましたよ。コンボ出ましたね今。おー、はい、KO やりました。すごい、いいじゃないか、ビクトリー。ビクトリーでありがとうございます。さあちょっとどんどん進みましょうか。どんどん進みましょう。2の27いきましょうかね、うんうん、はい、こちらでこの筋肉パーティー、パーティー、うんうん、オートもいける。オートもいきます。今オートですか。今オートに入れました。大丈夫ですか、オートに任せて。いや大丈夫でしょ、この。おー、結構減ったよこれ。わー、でもブランカが、ブランカ強い、頑張れ頑張れ。やばい、いや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 、ブランカお尻かいてる場合じゃないぞ。勝手に、おー、オート、いい、いやー、ちょっと待って、ちょっと待って、結構削れてんだけど、ちょっとあっちも、あー、大丈夫か、大丈夫か、頑張れ頑張れ、ザンギーの技、いいぞいいぞ、やばい、こいつ強い、あ、いいぞ、どうだ、あ、竜を倒した、どうだ、いや、最後最後、あ、いけるんじゃないか、いける、いい感じ、いい感じ、2対1だ。ザンギフ、ザンギフじゃない、ブランカ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 、ミリ、ブランカ、ミリ、入ってる場合じゃない、あー、どうか、やだ、やーっぱり、いい勝負じゃないか、ギリギリ、すごい、白熱、MVP ブランカ、オートじゃなかったら負けてたので。さあ、そしたらボスにたどり着いたんじゃないか、この剣が、いいね、爽やかな剣。じゃあ行きましょうか、いろんなストーリーがねあるね、うん、はい、はい、それではボス行きたいと思います。ここは手動で行きますか、ゴージャス君。最初はね、最初はね、最初は勝てればだ。フランキーロック、なんだろう、ね、ちょ待って、メカニカル的な感じの、うん、行きましょうか。じゃあさあ、まず最初、うわ、でかい、まず大きね、もう詰まったらすぐ止まり手作って、よいしょ、おコンボも狙ってくださいね。はい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 、おーやってるぞ。ここで上減ってるかい。うん、でも大減ってる、減ってる、あ、ほんとに、うんうん、コンボ、おーよー、おーでかい、でかい、今でかいね、今のはね、ガエルでフェイロンコンボ入れたんだよ。ガエルとフェイロンのコンボ、うん、もうちょっと、さあ 30% です、残り、それやったらもうやめらんないね、これ。おーら、おー、すごい、あっという間、ガイルフェイロン、いいね、いいコンボです ね、 ね、うん、ゴリゴリ持ってったね、うん、うーわー楽しい、うん、いいじゃないか、ゴージャス君ね、ストーリーもあって、
オッケー、そんな感じで。はい、ありがとうございます、はい、いかがでしたか。いやもうね、オートだと勝手にやってくれるのがいいけども、あの手動でやると達成感がなんかあるね、やっぱり。確かに確かに、さっきの後、ガイドをしてからフェイロンパッとしたらもうゴーって削れたから、うんうんうん、うわ気持ちいいってのがありまして、ね、自分のお気に入りのコモを見つけられたりするといいですね。チュンリーとかね、ジュリーとかなりたい、本当はね。やりたい。これストリートファイターやっぱりね、こういつもは戦うばっかりだけどね、こうやってコンボでね、うん、共闘するっていうのが見れるのもね、はい、すごくいいですね。いいですね。ここからは心くんのあの必殺技の再現コーナ ー, よ ー, ー、はい、覚えてますか、ガチャ対決。うーん、ねえ、いやいや、王様がついさっきだろ、ガチャ対決で負けた心くんには、うん、はい、このゲームに出てくる必殺技の中で、うん、自分がギリギリ頑張れそうな、できそうなものを選び、その再現に挑戦していただきます、うん、あら、はい、これはね、うん、大丈夫。でもやっぱ、うん、あのストリートファイターと言ったらあれでしょっていうやつが一個あるんで、おー、ちょっとそれを出したいですね。ちょっと特設ステージ、特設ステージがあるんですか、うん、ストリートファイターといえばあれあれ、心くんの必殺技まで3、2、1、どうぞ。波動拳出ました、波動拳出たこっちも行くよ、波動拳。おー、横こう両方ね、使えたらいいじゃないですか。すごい、本物の波動拳ね、出ましたよ、今出ましたね。壁がもう今ボロボロです、今。そうですね、燃えてたいや、何の技か当てようって言っちゃってますからね波動拳はね、波動拳、大きな声で波動拳っていうのがね、波動拳ね、はい、いや素晴らしい、はい、視聴者の皆さんもね、はい、波動拳食らったんじゃないですか。メロメロ波動拳かもしれないね、メロメロ波動拳というわけでストリートファイターデュエル、いかがでしたでしょうか。いや普通にコンパクトにね、携帯で遊べるストリートファイターが出てきたってすごい、なんかね、画期的な時代になったなと思いますね。ちょっとレベルとか上げてね、攻略とかでも考えなきゃいけないのかなと思ったら、結構幅広く遊べる皆さんのね、楽しめるゲームなんじゃないかなと思いましたけど、小室さんどうですか。いや私これから、また別のねストリートファイター6とかでも出てくるかもしれないキャラとかをここで予習できたりするのめっちゃいいなと思って、こういう感じの性能なんだとかを自分の携帯でやって、その後にやっぱね、うん、ストリートファイター6とか他のゲーム遊べるっていうのは、ね、楽しみがまた増えますね、うんうん、でも結局やっぱね、こうやって持ち運びできる携帯にみんな戻ってきちゃうんじゃないのということでございますけどもね、はいはい、はい、そんな感じでございまして、ストリートファイターデュエルの方、皆さんもねダウンロードして遊んでみてはいかがでしょうか、はい、はい、ということで、いろんなメンバーのね4人を、自分の好きな4人を集められますんでね、ドリームメンバーがね結成できると思いますのでね、え、全部女の子にしてもいいの。いいでしょう今日は本当はね全部女の子にしたかったんだからねムキムキ、たまたまムキムキ編集だね、ボリコミのやつはやっぱ俺あんま違うなと思ったんだけどね、まあ勝てましたけどもね、いろんな魅力がね、よかったですからね、皆さん好きなメンバーできますんでね、楽しんでみてください。はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバイかみんな、ご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれ、ここ、メンバーシップはそれ、ここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。